はい、こんにちは。今回は数学2三角関数の解説第13回目、等式の証明、式の値のページの解説をしていきます。まあ、ここは加法定理の続きなので、まあ、加法定理を使った問題 というかになります。はい、206番。sinα たす cosα の2乗イコール1たす sin の 2α となることを示せ。はい。ということで、まあ、これ、等式の証明ですね。左辺からいきます。Left hand side of the equation is sinα 足す cosα の2乗です。これは展開をしましょう。展開をしましょう。展開すると、A の2乗足す 2AB 足す B の2乗となります。で、まあ、右辺を見ながらね、左辺をこう、この式を見てみると、まあ、1たすサインのなんとかなっているので、このように書き直します。サインの2乗たすコサインの2乗と2サインアルファコサインアルファに直します。ここで、ここの部分は三平方の定理により1。こちらは前回出てきた倍角の公式により、サイン2アルファとなります。で、よって等式は示されたとなります。括弧2、サイン、括弧1を用いて、次の値を求めなさいということなんですが、まあ、これはサイン12分の π、12分の π、12分のっていうのは15度形になります。15度形です。6分の π をね、2で割ってるんで、15度の倍数ということになります。なんでこれね、サイン15度足すコサイン15度なんですが、まあ、もしね、値を覚えていると、サイン15度は小さめの引き算、コサイン15度は大きめの足し算であり、この2つを足すと、まあ2分のルート6という数字が出てきます。がしかし、まあ、括弧1を用いてということなんで、まあ、これはあくまで答えの数字ですけども、手順としては、括弧1を使っていきましょう。ということで、カッコ1から分かるのは、足したものの2乗ですね。足したものの2乗が2倍角、つまり30度で説明することができるので、まあ、じゃあ、そこから行こうかなになります。ということで、カッコ1より、サインの15度足す、コサインの15度の2乗は、1足す2かける、じゃないわ、1かけるサインの2倍角、つまり30度になります。で、サインの30度っていうのは2分の1なので、1たす2分の1、2分の、まあ、3というふうになります。で、ここで2乗を外すときにですね、プラスマイナスを当然考えるんですけども、まあ、サインの、まあ、第一象限の角なんで、プラス。で、コサインもね、第一象限なんで、まあ、プラスの値だから、この2つを足したものは、まあ、当然プラスになります。よって、正の平方根を取ればよく、まあ、プラスのルート2分の3。分母の有理化をすると2分のルート6となります。続いて、重要例題52なんですけど、これは3倍角の公式の証明ですかね。はい。まあ、これはね、サインのバージョンでもコサインのバージョンでも同じようにやりますが、3倍角の証明としては、これをですね、2α 足す α というふうに書き直すっていうアイデアだけでできます。まあ、このように分けると、コサインの加法定理により、まあ、コスモス、コスモス、最多、最多となります。で、ここは、今度は2倍角を使って単角までね、直します。コサインの方はいくつかのね、表し方があるんですけども、コサインだけに直した場合は、2コスのアルファの2乗引く1に直せます。
サインの2倍角は、まあ、1通りしかないので、まあ、サイン2、サインアルファ、コサインアルファにしましょう。で、それにさらにサインをかけるので、まあ、このようになります。最終的にこれね、証明したい式の右辺は全部コスで表されているので、このサインの2乗をコサインに書き直しましょう。左側はちょっとだけ展開しておいて、まあ、このように直しておこうか。で、こちら側は2コサインは置いておいて、この部分を1引くコサインの2乗に直します。コサインに揃えるってことだね。あとは、同類項、この右側展開して、同類項をまとめると、4コサイン3乗アルファ、マイナス3コサインアルファとなります。まあ、サインのね、3倍角の公式も、ほぼ同じ手順で求めることができるので、まあ、ぜひぜひ試してみてください。はい。では、207番に行きます。207番。アルファが36度のとき、3アルファは180-2アルファとなります。まあ、これは、アルファに36入れると、108イコール180-2アルファ。というか、36っていうのは、180度を、まあ、5等分したってことなんでね。5等分したとかも1個だよねっていう意味です。はい。これを利用して、コサイン36度を求めなさいということなんですが、まあ、3α イコール180-2α の場合、コサインの 3α は、コサインの180°-2α と同じ値になります。ここで、左辺は、まあ、先ほどの重要例題であった3倍公式で変形することができる。右辺は180引く何とかなので、まあ、加法定理っていうか変換公式を使ってマイナスコサインの 2α に直すことができます。こちら側は3倍角の公式を使って、まあ、上に書いてある通りですけど、このように直せます。右側の式もコサインのね、コサインアルファの式に書き直すと、倍角公式を使って2コサイン2乗アルファ引く1となります。で、これはちょっとコサインアルファについてみると3次方程式という少々嫌な形ですが、とりあえず、左辺に全部まとめて持っていくと、このようになりますね。で、これを、まあ、コサインアルファ、まあ、だから、A について解けということになるので、まあ、ちょっと置き換えて、3次方程式の形にしてみましょう。コサインアルファを X と置きます。そうすると、4X の3乗プラス 2X の2乗マイナス 3X マイナス1イコール、まあ、0と。で、この式は、解があるとしたら、有理数の解があるとしたら、ここの約数とここの約数の組み合わせで出てくるので、まあ1か2分の1か4分の1のプラマイということになります。マイナス1を入れてみるとですね、この式 fx としてですね、この式 fx と置いたときに、マイナス1入れると、マイナス4足す2足す3引く1で、まあ、ちょうど0になるので、この式は、因数定理を使って x たす1で因数分解ができます。ということで、ちょっと組み立て情報を使ってね、因数分解をして、4x の2乗マイナス 2x 引く1イコール0です。ということで、この3次方程式、3つの実数解がありますが、1つはマイナス1。もう一つは、この式を解いて、8分の2プラスマイナスルート4足す4の4の16。まあ、つまり、マイナス1か8分の2プラスマイナス2ルート5。ということは、ね、マイナス1か4分の1プラスマイナスルート5となります。これを元に戻すと、コサインアルファの値は
マイナス1か4分の1プラスマイナスルート5ということになります。でここで、まあ、なんでこう答えがね、こう3種類も出てくるのっていうね。いや、そもそもさ、36度しかありえないじゃないって思うかもしれないけど、まあ、それはね、こっからここが、双方向矢印じゃなくて、片方の矢印にしかなってないからなんだよね。だから、この式の答えは36度だけなんですけど、まあ、この式を満たす角は、別に α が36度じゃなくてもいいんだよね。中の角度が違ってもコサインの値が一緒になることがあるから、例えば180度とか入れると、コサインの540イコールコサインのマイナス180で、まあ、確かに同じ値になるわけですよ。まあ、だから必ずしもね、α が36じゃなくても、コサインに入れた式は成り立つんで、複数の答えが出てくるんですが、じゃあそのうちのどれが36度に対応しているか。はい。コサイン36度は0から1の間の値という条件を持っているので、条件を満たす答えはこの中では1つだけ、4分の1たすルート5だけとなります。はい。まあ、ルート5が 2.2 なんで、まあ、大体 0.8 という値になります。ね、コサイン30度が2分のルート3で 0.866。45度が 0.7 なので、まあ、その間の数字の何かだよね。はい。ということで、この問題はこんな風になりますと。まあ、上の3倍角使わないとちょっとこれは厳しいですね。はい。ということで、次、208番に行きます。タンジェントの半角をですね、t と置きます。とき、サインシータ、コサインシータ、タンジェントシータを t を使って表しなさいということなんですが、つまりシータは、そうですね、シータをね、2分のシータをでまず書き直してみましょう。ということで、サインシータというのは、サイン2分の1シータを2倍したものというふうに書き直すことができます。そうすると、まあ、倍角公式を使って、2サインなんとかコサインなんとかになります。で、いや、タンジェントだったらね、t を使って表せるんですけど、ちょっとタンジェントの形にはなってないよね。タンジェントっていうのは、つまりサイン割るコサインなんで、下にコサインがあればいいわけよ。そこで、いや、なんでそんなことするのって感じなんですけども、上と下にですね、上と下にね、この分数の上と下に、コサイン2分の1シータをかけます。そうすると、この部分が t を使って表すことができるようになります。一方、ここの部分はコスの2乗になっちゃうんだけど、まあ、タンジェントが分かっていれば、コスの2乗は出せます。なぜならば、1たすタンジェント x の2乗は、コスの x の2乗分の1になるという式があるからです。ということはですね、これは、ここの部分はタンジェントに直すことができたんだけども、ここのコスの2乗は1割る1たすタンジェントの角の2乗の逆数、まあ、要するに逆数になるわけでね。はい。ということで、これは 2t 割る1たす t の2乗というふうに書き直すことができます。続いて、コサインシータを見てみましょう。コサインシータも同じふうに考えると、まあ、シータは2分の1シータを2倍したものというふうに捉えることができます。コサインの倍角は、まあ、コス、コス引くシンシンですけど、3パターンでね。で、3パターンあるんだけども、コスの2乗ならタンジェントに直せるので、2コサインの2乗の2分の1シータ引く1を採用しましょう。コサインの倍角って3つあるけど、
まあ、コサインしか出てこないやつを使います。この部分、ここと同じ変形を使ってですね、2かける1割る1足すタンジェントの2分の1シータですね、2分の1シータの2乗、引く1に直します。これで、めでたくシータをタンジェントに、t に直すことができるので、1足す t の2乗分の2引く1。通分して1足す t の2乗分の1引く t、1引く t の2乗になります。では最後にタンジェントですね。タンジェントシータはっていうと、まあ、サインとコサインが出たので、まあ、これをこれで割れば、まあ、出ますよね。まあ、出ますけど、まあ、せっかくなんで同じ方法でちょっとやってみましょう。まあ、2分の1シータの2倍としてみましょう。で、そうすると、タンジェントの公式で、タンタス、まあ、2倍角だから、2タン割る1引くタンタンになります。はい。ということで、これは 2t 割る1引く t の2乗となります。これが一番簡単だよね。何の変形もいらねえからな。そう。まあ、ただ、このシータを2分の1シータの2倍っていう風な形に直すっていうところが鍵で、で、タンジェントの場合はストレートにね、もうこういう風に答えが出てきます。サインとコサインの場合は、ちょっとね、倍角公式を使った後に、この三平方のね、定理、これあれなんだっけっていうと、サイン2乗足すコサインの2乗が1になるっていう式の両辺をコスの2乗で割ったものです。これを使って、コスの2乗をタンジェントに直すという作業が入るので、ちょっとね、手間がかかりますけど、はい。流れとしてはこんな感じです。ね、ここの最初のステップがキーと言えるでしょう。で、サインとコサインの場合は、コスの2乗を作るっていう、サインが一番大変だよね。サインが一番難しい。コサインは、コサインの倍角が3パターンあったんで、まあ、チョイスがあってね。まあ、これが2番目に簡単かなと思われます。で、先ほど言ったようにね、サイン割るコサインはタンジェントっていうのがあるから、2つできればね、3つ目は出せます。だからまあ、仮にね、サインでつまずいたとしても、コサインとタンジェントができれば、この2つをかけて、サインのね、こう値を求めることもできます。では最後に209番に行きましょう。209番は、次の等式が成り立つことを証明せよと。長い式ですね。サイン2乗アルファ足すサイン2乗ベータ足すサイン2乗アルファ足すベータイコール2引く2コサインアルファコサインベータコサインアルファ足すベータと。これは左辺も右辺もね、まあ、いろいろと変形が考えられそうですけども、とりあえず右辺の方が簡単、左辺の方が簡単かな。左辺の方が変形できそうなので、とりあえず左辺を使って式を整理していきたいと思います。そうですね。はい。じゃあ、とりあえずですね、左辺からいきます。で、サインの2乗、コサインの2乗は、まあ、半角公式の使い道があるけれども、とりあえずストレートにですね、これを加法定理を使ってみたいと思います。ちょっとあんまりこれベストな手じゃなさそうですけど、まあ、最多コスモス、コスモス最多にして展開してみたいと思います。すると、サイン2乗アルファ足すサイン2乗ベータプラスサイン2乗アルファコサイン2乗ベータプラス2、ここは長いね。サインアルファ、コサインアルファ、サインベータ、コサインベータ、コサインベータ、プラス、
コスアルファの2乗、サインアルファの2乗となります。こいつが少々厄介ではあるんだけど、とりあえず置いといてですね。サインアルファの2乗が2箇所に出てるよね。サインアルファの2乗が2箇所に出てるんで、これをまずまとめてみたいと思います。で、また、サイン2乗ベータとサイン2乗ベータがここに出てきてるので、これもまとめていきます。そうすると、サイン2乗アルファ、カッコ1たす、1たすか、1たすか、1たすはちょっと困るな。1たすコスの2乗。で、ここがサインの2乗ベータ、カッコ1たすコスの2乗アルファか。ちょっとこれはちょっと失敗したかな。失敗したな。で、まあ、これはこのまま残しておくか、とりあえず。まあ、とりあえず残すっていうか、そうですね。この右辺の方で、ゴールの方でね、コスアルファ、コスベータっていうのがあるので、とりあえず、コスアルファ、コスベータを先頭に置いといて、残りをサインアルファ、サインベータと後に書いておきますね。とすると、そうですね。この結論部分のね、ここの部分がすごい似てるんですけど、符号が逆じゃないですか。そこで、これが使える形になるようにね、ちょっとしてみたいと思います。ちょっとね、スパッといけないので、右辺の形に近づけるためにですね、ここの部分をちょっと変形したいと思います。いや、逆だな。右辺からいこうかな。右辺いこうかな。右辺から攻めた方がストレートだね。ちょっと左辺はここでストップして、右辺からいきます。右辺はこのようになってますが、ここの部分を加法定理で変形すると、マイナスサインサインが出てくるので、ここの部分が整理できそうです。でここをね、変形すると、コスアルファ、コスベータ、マイナス、サインアルファ、サインベータとなるので、2-2、コスアルファ2乗、コスベータの2乗、プラス2、コスアルファ、コスベータ、サインアルファ、サインベータとなるので、この部分は同じになります。この部分は一緒になります。ということなんで、残りの部分が等しいことを説明できればおしまいですね。では、残りの部分ね、どうやって説明しようかな。このね、2があるんで、まあ、サイン2乗足すコサイン2乗っていうのはいつでも作れるんですよ。そこで、ここにサインのアルファの2乗、サインのベータの2乗があるので、ここの部分をですね、ちょっと書き直したいと思います。この部分は1たす1だけど、サイン2乗アルファ足す、コス2乗アルファ。で、もう一個の1をサイン2乗ベータ足すコス2乗ベータっていうふうに、まあ、分けてみたいと思います。まあ、ここはもうどうでもいいですね。はい。で、ここはできたんですけど、これができてないな。これができてないな。これを作るしかないな。これを作るしかないですね。これ作るしかないので、そうだね。コスの B。これをね、ちょっと変形したいと思います。これとこれをね、どうするかっていうと、1×なんでね、1×なんで、それを利用して書き直すことできるね。はい。でも絶対これ最善の手じゃねえなって感じですけど、これ1をですね、サインベータの2乗足す、コサインベータの2乗に書き直してみます。で、この部分も、1×の部分をですね、サイン2乗アルファ足す
コサイン2乗アルファに直してみようか。で、引く2コス2乗、サインコスビータ2乗と。で、あと残りと。はい。で、緑の部分をとりあえず作ることができたんだよね。これと、これ。この部分をまとめて、サイン2乗アルファ1たす、コース2乗ベータが出来上がりと。で、この部分、サインベータの2乗が絡んでるのは、ここと、ここですから、ここもまとめると、サイン2乗ベータの、1たす、コース2乗ベータが出来上がります。そうすると、残ってるのは、コスベータの2乗の、コスベータの2乗と、ここですね。コス、あれ？これアルファか。これアルファですね。これアルファですね。これアルファ。そうだよね。ここアルファだね。コス2乗アルファ。これアルファだから、ここアルファですね。すいません。なんで、これコス2乗ベータ、コス2乗アルファ、足す、ここがもう1個なんで、それが2個分になります。で、これとうまい具合に一緒になるから消えますね。消えますね。はい。ということで、この緑部分と赤い部分を無理やり作ると、余り部分がですね、余り部分がここと打ち消し合うので、ちょっと数式汚くて、すみませんね。ここを打ち消しちゃって消えるんで、残ったのは緑部分足す赤部分足す、この余りがですね、打ち消しちゃって消えて、で、あとはこの部分が出てくるから、これは左辺と一致するになります。まあ、ということで、ちょっとこれは強引であんまりちょっと勉強にならないね。強引で勉強にならないね。もうちょい、ベターな回答があるはずだよな。じゃあ、とりあえず思いつかないですね。思いつかないな。なんかいい方法あるかな。とりあえずちょっとこのね、解説は終わりにしますね。はい。なんか思いついたらまた後日ということで。はい。ということで、ちょっと今回はね、何を使ったかっていうと、よくわからない計算をしてますけども、まあ、左辺と右辺のとりあえず加法定理で崩してみて、で、右を見ながら左を整理、左を見ながら右を整理っていう感じで、その一致する部分を作ってってったら、まあ、一致しない部分がうまい具合に打ち消しちゃって消えるっていうね、まあ、等式の証明なんでね、ゴールは分かってるから、ゴール見ながらやるといいよっていうことです。ただ多分これもうちょっとね、楽な計算が多分見つかると思います。はい、今回はここまでです。